73式軽機関銃は、朝鮮民主主義人民共和国の朝鮮、人民軍向けに設計、製造された、軽機関銃である。人民軍向け兵器製造の責任部門である、第1機械工場で開発された。生産が開始された時期は不明だが、1960年代のソビエト連邦製、PK 機関銃の設計に影響を受けているとされる。 1982年には、ベルト球団の未可能な82式機関銃が採用され、主力系機関銃の座を退いたが、以後も73式の使用は続いている。2002年、国連軍停戦監視委員会によって、非武装地帯近辺の北朝鮮兵士が境界線の北方100から400メートルの位置に73式を配置していることが確認された。 2012年3月9日に朝鮮中央通信が報じた映像の中でも箱型弾装を装填した73式による射撃訓練の様子が確認できる北朝鮮のプロパガンダ広告中央の兵士が73式系機関銃を手にしている韓国軍では73式系機関銃及び82 四季機関銃が使用する 7.62X54 メートル MR 弾の高い火力と射程を脅威と捉え、国境警備を担当する部隊に対し計 35.56mm 機関銃よりも大口径の 7.62mm 級機関銃の配備を進める方針を発表している。北朝鮮以外の国ではほとんど確認されていないが、 イランが73式系機関銃を輸入しており、2015年には対アイソル作戦を展開するイラクの国民動員軍に供給されたとも言われている。また、韓国軍は少なくとも1兆の73式系機関銃を露飼しているが、その入手方法は明かされていない。北朝鮮においては、戦軍政治の一環として指導者が、 軍部隊を視察した際に装飾を施した装備品を記念品として贈呈する伝統がある。この伝統の始まりは不明だが、少なくとも1980年代には、近日清主席が装飾入り白刀産ピストルを高級商工らに送っていたことが知られている。現在では、クロムメッキと装飾を施された88式小銃、73式軽機関銃、 新中製の双眼鏡が標準的な記念品であり、将校の場合は小銃や機関銃の代わりに白頭散ピストルを受け取る。その他、パレードにおける儀仗兵などが同様の装飾入りの装備品を使用することもあるという。積極的な情報公開が行われていないこともあり、73式系機関銃の詳細は未だ不明である。主な設計は、 PK 機関銃に基づいており、弾薬は同じ 7.62X54 メートル MR 弾を用いる。重心交換ハンドルも2対1に配置しており、2脚を標準装備する。PK と大きく異なるのは、球弾機構で PK がベルト式球弾のみに対応しているのに対して、チェコスロバキア製 VZ52 系機関銃に基づく弾装球弾 ベルト球団の切り替え機能を有する。断層の挿入口には一枚構造の開閉式防塵カバーが設けられている。また、折りたたみ式のコッキングレバー、独自形状の重工商法の奥義、二脚、ガスチューブ、重傷取り外し可能な重心スリーブなど、独自の変更箇所を持つ。バレルスリーブとしては、 小炎機が付いた通常タイプと小銃的弾発射器付きタイプのいずれかを選択することができる。ガスチューブの下には取り外したバレルスリーブを固定するための金具が設けられている。82式機関銃はおおむね PKM 機関銃のコピーだが重傷や二脚、小純機の形状に73式系機関銃との類似点がある。ありがとうございます。